じゃあ決勝トーナメント12名による決勝トーナメント0回戦第1試合ガロボーさん対ヨミラブさんの試合を開始します。どうぞ。拍手。はい、それでは決勝トーナメントスタートですね。はい、実況引き続きヨサクと解説職さんにお願いします。はい、お願いします。 1P が、ヨミラブさんですね。 2P ガロボーさん。さあ、もうこっからはね、誰が勝ってもおかしくない試合が、まあ、唯一はヨサクのところが一番甘いかなっていう感じなんですけども。さあ、ヨミラブさんも今回初出場なんですけども、予選見る限りはかなりもう知ってる感じですね、このゲーム。そうですね、ヨミラブさんなんか結構古いゲームのネタとか結構知ってるんで。今日はカナさんと一緒に参加ですが、カナさんは予選敗退ということで、友達の敵を取ってほしいところですが、さあ、ガロボーさんのキングがまずは体力を大幅にリードして、さあ、ヨミラブさん後がないが、なんとか一発決めたいところ。これは厳しいか、投げが入るか、惜しい。今投げが入って長期出してればすごい減ったんじゃないですかね。そうですね、分かんなかったですね。投げで、投げでもでかい。さあ、ヨミラブさんの中堅はイオリ。ここからはガチから、あとはガロモさんがこのキングでどこまでイオリを追い詰めることができるか。あわよくば勝ってしまえばかなり有利になりますけども、これは浮いてる、危ない。あーとキングのコンボは物足りない。さあ、ここから危ない、消費うまい。これはあーっと、さあ、イオリ対決。あーっと、ね、ちょっとめり込んでしまうとこうなっちゃいますね。さあ、あとは草薙今日ですので、これはちょっともうイオリでとどめを刺しておかないとガロボさん危険ですね。次のルガール出ちゃうと、そうですね、多分負けますね、メンタル面で。ヨミラブさんはやっぱり今日で永久とかできるんですかね。はい、おそらくしてると思うんでできるとは思いますね。さあ、これはヨミラブさん的な一発入れれば OK なんですが、おお、投げ。さあ、ガードできるか、これはきつい。あっと、続かない。あっと、どうした。この体力差ですと、ちょっと、これは投げる、めちゃめちゃ歩いた。時間がない、追うしかない、逃げる、これはまあしょうがないですね。最後だからガロボーさん的にはもうちょっと減らしておきたかったところ。そうですね、あの最後に草薙今日残っちゃうとどうしてもね、メンタル面でねやりづらいですよ。うまい、これだ。おお、あー、危ない。さあ、ガロボーさん、ここからの置き攻め重要。危ない、バリアリング。いやー、さあ、避ける、あーっと、NB が刺さって、ガロボーさんがなんとか勝利。ナイスだけ、なんか決勝トロイと感じのジリジリとした。やっぱルガールは最後は NB ですね、頼りになるのは。そう、強いですね。さあ、1P ホーさん、2P バニラさんですね。さあ、これもどっちが勝ってもおかしくない。さあ、ネオジオバトルコロシアム勢対ぷよぷよ勢。おお、よく合わせた。
バニラさんのガードされた時にちゃんと画面中央に戻るっていうのは素晴らしいですね。そこまで計算してやってるとしたら大したもんですね。そうです、最近池袋の方でね、対戦会解禁賞で練習してますので、その成果が出てるといったところなんですが、ここはホウさんのユリがまず選手ホウさんも確か前回ベスト4まで行ったんかな、9号でかなりの実力者ですのでこれは厳しいか。うまい、めくってる、めくですね、うまい。今のはちょっとね、ガード難しいですね。バニラさんはためキャンの人だからあんまためないほうがいいですか。さあ、うまい打撃投げから、おー素晴らしい。あれ、これお互い最後に草薙くんが残ってますね。さあ、ホウさん的にはこの今日をロバートで倒しておかないと、さっきから何度も言ってますけど、メンタル的なことで次の試合が不利になる気がします。さあ、置き締め重要、しっかりガード。俺はあれガードできないですね。さあ、またチャンス、またガード。さあ、ガーキャンもあるぞ。さあ、投げ、落ち着いている。おっと、これ、ああ、もったいない。さあ、これはもうどっちが勝ってもおかしくない。そうですね、このヘリは何の意味もないですね。青い方がバニラさんで、黒い方がホウさんですね。あー、危ない、入る、あーっと入らない、あー危ない、これは嫌ですね、見てる方も疲れます。あーっと、まだ死なない、あー十分ですね。あー、危ない、おっと、さあ、ここが重要ですよ。あーっと、しっかりガード、これでよくガードするよな。あれ、どっちがどっちだっけ、わかるかっちゃ。今、勝ってるのがホウさんかな。あー、ガーキャン、あーっと、これは、あー、さすがに、これはもう仕方ないですね、最後のはね。勝ったのはホウさんですね。ホウさんの勝利ですね。一応指定という間柄ではあるんですけども、デブさんのもう上達ぶりが半端ないんで。そう、前回は優勝してますから、デブさんが、はい、まあ、あとはこの北野さんのね、もう色物キャラがどこまで認知されてないかなんて、ね、デブさんは対処法してると思うんですけども。これはある意味見物ですね、本当に。うまい、うわ、これは仕方ないですね。青い罠で半分減りますからね。マックス状態で。さあ、このチャンにちょっと期待したいですね。これが、あーっと入ってきた、見えづらい、これはガードできない。ただ毎回北野さんのこの不気味に最後に控えるビリーが、自分は本当に苦手なんですよね、このキャラが。ビリーとは戦いたくないところ。
さあなんとか取り返してほしいところですが、いやあれビリーではちょっと苦しいかな。ただデブさんはでもキャラさんと何回もやってるから対処法結構知ってるんですよね。あキャラさん苦しい展開ですが、これは相当苦しい。あっと今のは良かったんですが、ここはデブさんがキャンにガーキャン3-0 で勝利。いやビリーとイオリの対決は確かにビリーきついんですけど、キャノさんのビリーはちょっと職人のビリーですので全然勝ってもおかしくない展開だったんですけども、さあこれは0回戦最後の試合は食産対豆鉄砲さんですが、食産のチームはガチンコ、対する豆鉄砲さんは純正韓国チームという形になります。これで勝った方が、私与作と当たるという形になりますが、さあ豆鉄砲さん、さっきはもう自分は 3-0 で負けるって言ってましたけども、このゲーム事故が本当によく発生するので何があるかは最後まで分かりません。これはガーキャンは出ない。さあチョイがマックスになって、これはジェノサイド入ってしまう。さあこれは避けられるか、避けられない。さあ豆鉄砲さんのチャン、さあ今日の豆鉄砲さんのチャンは投げが冴えてますので、このルガールといえどもやっぱ投げが入れば結構減りますので、果敢に投げを狙ってほしいところですが、直算は間合いを離す。ハイザーレップの準備ですかね。あこれ中断投げ、これは死んでしまった。ルガールのあの投げは連打しても抜けられませんので、もう確実にあれは減りますね。確かにね、きついっすね、これは。視聴者がゼロになった。本当にゼロって割にはコメントしてる人がいるってことだった。おかしな話です。さあ、キムはマックスになってるが、逆にジェノサイドのダメージが増えてしまったか。投げ。そうですね、この投げを駆使して戦っていくのが一番。ああ、うまい。ジェノサイド潰して、なんとか1本取り返す。ただ控えてるキャラがちょっと香ばしいキャラが2人控えてますので、さあ豆鉄砲さんはもう果敢に砲脚を狙うしかないですから。さあああ危ない、これは砲脚の、あ豆鉄砲さん追い詰められるが、これはきつい。あーった、若干チャンスはあったような気がしたんですけども、ここは初期さんが 3-1 で勝利。惜しかったですね。さあ